ボリュームを出していくのに毛先と根元を巻いていきます。これホットロールブラシって言うんですけど、これで根元を、マジない人はマジックカラーとかでもいいと思います。根元をグッと起こします。だいたい2つに髪の毛を割ります。髪の毛に対してストレタオルを90度に入れて挟んでいって、さらに伸ばしたら伸ばした毛先曲げたいところを挟んで折ります。途中で掴んであげるっていうのがポイントで、ぐーっとそのまま行くよりかはカールをコントロールしやすくなるんですよ。適当に特に表面だけを取ってランダムにもう一度カールをつけていきます。もうちょっとで引き出して、これがちょっと浮遊感になって出てくるので、スタイリングした時に弱いワックスをこれぐらいの量を出してしっかり手のひらに伸ばします。髪の毛の毛先中心に後ろでしっかりワックスがつけ終わったら、ほとんどないぐらいで軽く前髪を